こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では脱おじさん見えアイテムベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、今30代後半で40代に向けてですね大手をかけてるわけなんですね。まあ、これぐらいの年齢になるとですね、やっぱり20代の頃だとか30代前半の頃とは似合う服が変わってくるんですね。そして僕たち世代の中でもですね、若々しく見える人もいれば結構おじさんに見えてしまう人もいてですね、大きく2つに分かれてくるような年齢になってきたのかなというふうに思っています。まあ、僕はどちらかというとですね、結構若く見られることが多いんですが、まあ、いくつかですね注意をしている点がありまして、それはですね、おじさんっぽく見えるアイテムをなるべく避けて、できればですね若々しく見えるようなアイテムをですね意識的に取り入れるようにしてるんですね。ということで今回の動画では、こういったアイテムは選ばない方がいいよ、そしてこんなアイテムを選んでもらうと割と若々しく見えるよというところで、具体的にですね NG と OK 両方を皆さんにですね5つご紹介したいなと思ってますので、若々しく見せたいですね30代後半から40代以降の男性はぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの紹介ですとか、あとはですね皆さんからのご質問にお答えしているような YouTube のメンバーシップチャンネルというものも運営してますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的に NG アイテムと OK アイテム、それぞれですね皆さんにお伝えをしていきたいなというふうに思っています。まず一つ目はですね、夏場に欠かせないT シャツというジャンルなんですね。まあこの T シャツというものはですね、そもそも結構カジュアルに見えるので、僕ら世代にはですね、なかなか難しいアイテムなんですが、その中でもプリントの入った T シャツというのは、なかなかですね、難しいかなというふうに思っています。もちろん僕もプリント T シャツは大好きで、いろんなものを着るんですが、それもですね、相当厳選をした上で買っているわけなので、気軽にですね、プリント T シャツを買ってしまうと、なかなか素敵には見えづらいかなというふうに思っています。とは言ってもですね、無地のT シャツって結構シンプルに見えすぎて、なんかつまんないよなと思っている方も少なくないかなと思うんですね。まあそんな時になるべくですねおじさんに見えないような T シャツとして皆さんにお勧めしたいのは、今僕が着ているようなちょっと色合いが綺麗な T シャツですね。まあ、今年はですね結構無地 T シャツいろいろ買ったんですが、僕の中でもですね色が綺麗なものというのをですねあえて選ぶようにしてみました。というのも T シャツはですね結構シンプルに見えがちなので、白 T 1枚とかだとなかなかですねおしゃれ感っていうのが出しにくいかなと思ってるんですね。まあ、その点単体で見た時に色合いが綺麗な T シャツというのは意外と無地であっても地味になりすぎないですし、どこかですね若々しく見せてくれるので、綺麗めな色の T シャツというのはぜひ皆さんにもですねトライをしていただければなというふうに思っています。今僕が着てるのは今季のナノユニバースの T シャツなんですが、これもですねちょっとブルーとですねグリーンの中間ぐらいの綺麗な色味で、なかなかですね清潔感があって綺麗な色味かなというふうに思っています。まあ、その他にもですね今年はいろんな色味の T シャツを買ったんですが、まあ、こちらはですね、まあ、動画の中でもよく着てるんですが、ユナイテッドアローズの T シャツですね。まあ、ライトブルーみたいな色で、まあ、ブルーとかグリーン系はですね結構色的には合わせやすいんですね。まあ、ボトムそうですねブラック系でまとめていただければ結構使い勝手がいいので、なかなか良かったかなというふうに思っています。あとは僕の動画の中でもよく出てくるのはダークグリーン系ですね。あとはケリーという表現をしたりすることもあるんですが、こういった色合いというのもですね程よい差し色として機能するので、意外と使い勝手がいいかなというふうに思ってます。まあ、プリント T シャツでポイントをつけるよりはですね、ちょっと無地なんだけども色が綺麗なものでアクセント代わりにするというのが若々しく見せる上では結構重要になるかなと思うので、ぜひですね綺麗色の T シャツというところコツコツと集めていただければなというふうに思っています。ちなみに綺麗色の T シャツといっても具体的にどれを選べばいいのかわからないという方も少なくないかなと思うんですが、こちらの動画の下の概要欄にいくつかですね該当するようなアイテムもリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、まずはですね NG アイテムとしては
大きなですねロゴが入ってたりだとか、あとは柄の入ったようなポロシャツですね。これがですねなかなかおじさんっぽく見えがちなので、皆さんにはですね NG アイテムの一部として頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、ポロシャツというのは襟がついていてなんとなくですね綺麗に見えるので、どうしても大人の男性が好んで着がちなんですが、まあ、イメージの問題というのがありまして、どうしてもポロシャツイコールおじさんっぽいというイメージがつきまとうので、なかなかですね難しいのが現実なんですね。まあ、もし選ぶのであればブラックだとかネイビーの単色がいいかなと思うんですが、個人的にはですね今着てるようなオープンカラーシャツですね、こういった襟付きの半袖シャツの方が、まあ、今っぽさも漂うので、そういった意味ではおじさんっぽさというところは漂いにくいのかなというふうに思っています。で、色合いなんですが、ここもですね先ほどと同じようにちょっと綺麗なものを選んでみるとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。これもですね今年の夏はしこたま来たんですけども、ユナイテッドアローズグリーンレーベルの半袖のオープンカラーシャツですね、これのですねケリーという色が本当に綺麗なので、まあちょっとですね大人の男性が綺麗な色を着るのであればすごくおすすめなカラーかなというふうに思ってます。まあ、このようなグリーン系だと結構ですねこういったオリーブみたいな色もですね個人的には好きなんですね。これは今季のユニクロのものなんですが、この2色両方ともグリーン系なんですが、どちらの方がより若々しく見えるかというと、こっちの方がちょっとですね良くも悪くもやぼったく見えるんですね。まあそういう意味でオリーブというのはちょっとクロート向けの色かなと思ってます。個人的にはこっちの色大好きなんですが、より若々しく見せるためにはこういったグリーンの中でも綺麗っぽい色の方がよりですね素敵に見えやすいかなと思うので、その点も頭の片隅に置いていただければなというふうに思ってます。まあもちろんですねブラックですとかネイビーみたいな色もですねしっかりと引き締まるので、大人の男性が清潔感を漂わせるにはいいかなと思うんですが、より綺麗な色を選んだ方が若々しくは見えやすいかなと思うので、こういった色のオープンカラーシャツも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3つ目のアイテムなんですが、まずはですね OK アイテムの方から皆さんにお伝えができればなと思ってます。僕が今着ているですね半袖のニットですね、これまた僕ら30代後半から40代以降の男性にはすごく似合いやすいアイテムかなというふうに思ってます。まあ、半袖のカットソーっていうとですね結構カジュアルな印象になりがちなので、例えばボーダーのカットソーとか、まあ、そういったものもですね結構着てる方は少なくないんですが、なかなかこれがですね大人の男性だと着こなしが難しいかなと思ってます。とは言ってもですねちょっとおしゃれな方はトレンドでこういったものを着ていることが少なくないんですが、一般的な男性がサクッと着ておしゃれに見えるかというとなかなか難しいので、個人的にはですねトップスであればこういったちょっとですね綺麗さの漂うようなニット素材のもの、まあ、素材の厚みによってですねまた見え方が変わるんですが、僕が今着てるのはですね中肉厚のものなんですね。これが薄すぎるニットでも結構体のラインを拾ってしまうので、なかなかですね素敵に見えづらいので、個人的には少しだけ厚みがあるような中肉厚のニットがですね使い勝手がいいかなというふうに思ってます。真夏はちょっと暑いかなと思うんですが、8月後半とか少し気温が落ち着いてきた時とか、夏場でもですね曇りだとか雨の時にはこういった半袖 T シャツでも意外とですね使い勝手がいいので、個人的にもですね愛用しているんですね。まあ大人の男性にはかなりカジュアルなものよりは少しですね綺麗な感じがするものの方がやっぱり似合いやすいですし、清潔感も漂いやすいかなと思うので、半袖のニットはぜひですね皆さん一つぐらいは持っておいて損がないのかなというふうに思っています。僕が今着ているのは今季のユナイテッドアローズのオリジナルのものなんですが、こういったダークグレーのものもいいかなと思いますし、あとは夏らしいですねホワイトだとか、あとはライトグレーだとか、そういったものでもいいかなと思うので、ぜひこういった半袖ニットというところも皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムをご紹介したいなと思ってるんですが、今度はボトムスですね。結構ですね大人の男性に愛されるボトムスといったら色の抜けたブルーデニムだとか、あとはベージュのチノパン、このあたりがですねかなりシェアが大きいかなと思うんですね。結構そういったものを履いている方は少なくないんですけども、なかなかですねそういったカジュアルなボトムスだと大人の男性には素敵に見えづらいところがありまして、個人的にはですね鉄板はこういったブラック系のスラックスかなというふうに思ってます。まずはですね下半身がこういった引き締まった色だとすごくですねスタイルがよく見えるんですね。ここにちょっと明るめの色のですねボトムスを持ってくると、なかなかですね引き締まりが
が出ないので、個人的にはブラックのスラックスが一番使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、ちょっと前だったらブラックジーンズみたいなもので細身のものが定番的だったんですが、まあ、最近はですね、全体的にサイズ感が少しゆとりが出ているので、ボトムスもですね、ピタピタのブラックデニムよりは少しですね、こういったもも周りだとかお尻周りにはゆとりのあるようなブラックのスラックス系のものの方がシルエットとしては使い勝手がいいのかなというふうに思ってます。僕が今履いてるのはですね、ユナイテッド東京というブランドのですね、ブラックのスラックスになってるんですが、まあ、かなりですね、ストレッチが効いてますし、あとはですね、こういった腰の部分が結構ゴムになってるものが最近は少なくなくて、まあ、そういうボトムスをイージーパンツと呼んだりするんですが、まあ、そういったものであればスラックス調に見えながらも着心地もいいので、割と僕ら世代にも使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、このあたりはですね、僕の動画の中では超定番になっているユニクロのスマートアンクルパンツですね、このあたりがすごく近いので、そういったもので代用してもらってもいいかなと思いますし、さまざまなセレクトショップでもこういったブラック系のスラックスというのはもう間違いなく置いてあるので、ぜひ皆さんもですね、こういったものに普段のデニムだとかチノパンの代用として使ってもらうと、すごくですね、シャープでまとまりがいいんじゃないのかなというふうに思っています。今上半身にはですね、まさしく一つ目にご紹介しましたちょっと綺麗な色の T シャツを着てるんですが、まあ、上半身を明るめの色にしてボトムスで引き締めるというのが、まあ、バランスがいいかなと思うので、ぜひこのような着こなしも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元の靴ですね。まあ、ここの NG アイテムと OK アイテムを皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、まずは NG アイテムから皆さんに事例を出したいなと思うんですが、これは私物なので大変心苦しくはあるんですが、こういったシューズですね。今持ってきているのはニューバランスのスニーカーなんですが、まあ、ニューバランスに限らず様々なスポーツブランドのスニーカーで、まあ、本当にカジュアル感のあるもの、今すぐ走り出せそうなランニングシューズ的なものはなかなかですね、おじさんっぽく見えがちかなと思ってます。まあ、ニューバランスはですね、あえてそういう感じにして、そのおじさんっぽさだとかダサかっこいいを楽しむという文化があるので、まあ、ちょっと微妙なところではあるんですが、僕が持っているスニーカーの中ではこれはですね、なかなか難易度が高いかなというふうに思ってます。めちゃくちゃ気に入ってるんですけどね。まずは色合いはグレーで、ちょっとぽってりとしたシルエットで、まあ、デザイン的にもスッキリとしてるものではないので、こういったちょっとスポーティーなスニーカーというよりもですね、まあ、個人的に、まあ、清潔感だとかおじさんっぽく見せないという意味では、こういったやっぱりレザースニーカーですね、まあ、こういったホワイト系だとかライトグレーだとか、こういったものを選んでもらった方が、まあ、間違いなくですね、大人の男性には清潔感が漂いおじさんっぽく見えないかなと思います。まあ、もちろんホワイトだけではなくて、ブラック系のレザースニーカーとかでも全然いいですね。これはナノユニバースのものなんですが、あまりスポーツブランドのロゴがはっきりと出てないもので、シンプルなデザインのもの、こういったものがはるかにですね、大人の男性がおじさんっぽく見えないスニーカーとしてはおすすめなのかなというふうに思ってます。もちろんですね、先ほどのニューバランスのスニーカーなんかは、おしゃれ中級者以降の方であれば、すごく素敵に着こなせるかなと思うんですが、まあ、これからですね、ファッションを楽しみたいという方がですね、いきなりニューバランスのスニーカーで外しを出してしまうと、おしゃれでやってるのか、ただ単純にダサいのか、そこがですね、なかなか判別がしにくかったりするので、ちょっと注意が必要かなというふうに思っています。僕自身もですね、先ほどのニューバランスのスニーカー好んでよく履いてるんですけども、結構ですね、第三者から見た時に微妙な反応されることも少なくないんですね。ですので、こういったもともとカジュアルなスニーカーというジャンルの中で少しですね、大人っぽく見せるのであれば、レザースニーカーの方が優先度が高いというところは頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では脱おじさん見えアイテムベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。それにしてもですね、私物のニューバランスのスニーカーを NG で出すとはですね、思わなかったですね。まあ、ニューバランスのスニーカーというのは僕にとってはものすごく好きなアイテムなんですが、人によって似合うか似合わないかが大きく分かれますし、印象もですね、これまた大きく変わるというところは、皆さんもぜひ頭の片隅に置いていただければなと思ってます。特にですね、30代後半から40代の男性がなるべくですね、おじさんっぽく見せないために、若々しく見せるためにはですね、ある程度清潔感があってベーシックなもので、なおかつ綺麗めなものを選んだ方が素敵には見えやすいかなと思うので、その点もぜひですね、皆さんの頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。
これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また先日からですね、ラジオ番組を始めたんですね。ボイシーというですね、スマホアプリがありますので、そちらの方から僕のですね、音声を週に3本とか4本ぐらいのペースで配信してますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。